はい、プレイしていきたいと思います。7 days today というわけでやっていきましょう。今なんか魔法でカシャ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 って言われた気がするけど、気のせいかな。で、何をしたらいいんだっけ。朝日が綺麗ですね。これ朝日か東かこれ。イーストって東だな。うん、朝日だ。なんか作りたいよねっていう話をしてたんで、前回。マジゴミ箱作ろう。マジゴミ箱作ろう。ていうか、釘あったりしない釘。釘あったりしないっすか。2本しかないね。衣類ゴミ箱作ろう。衣類ゴミ箱。衣類ゴミ箱を。トレーダーの隣に。衣類ゴミ箱ね、これね。衣類ゴミ箱。これとこれと。これと。これとこれとこれ。これとこれとこれとこれ。これも。OK。こっちこっちこっち。よいしょー。これとこれと。これね。これもこれも。OK。で、これはリペアに使うスクラップ。食べ物チェストとかも欲しいね。まあいいや、今後で。で、お肉はどうなったんだっけ？とりあえず開いて、魔法を作りたい。魔法を作りたくて、オムニなんちゃらが欲しいっていう話をしてたんだよ。オムニなんちゃらが欲しくって、オムニなんちゃらは何を作る材料だっけ？そう、落とす魔法はもう、メテオかコメットぐらいしかないから。でも俺、メテオ多分使ったことないと思うんで、無双するほど。一回ぐらいは使ってるかもしれないけどね。前ね、俺ね、やってた時、なんだっけ、フォージ。あれ、魔法、魔法。これ、魔法フォージを作って、その直後ぐらいに終わったと思うんだよね。石炭小石粘土。石炭小石粘土が欲しいと。石と石炭と粘土が欲しいよ。ちょっと、ちょっとどっかにメモ代わりに一個ずつ持っていこっか。粘土、粘土今のチェストにあったやつ持ってるんだよ。粘土持ってないな。添え木と添え木がある。添え木一個でいいかな。草多分必要になるよね。まあいっか、出かけるか。あー、ご飯ないのか、もう。困ったね。二面取り着々と増えてるね。ありがてえわ。よし、じゃあ行きましょう。今日は穴掘りクエストをしつつ、まあ、何か加工できたらいいなということで、HP マックスまで回復してるね。お腹いっぱいになったから。よかったよかった。いっぱいになってはいねえけども。魔法持ってるよね。ファイヤー、OK。とりあえず今日の目標は穴掘りクエストをクリアしつつフォージの材料を確保するためだから、火じゃない、あれ出てこない。火じゃなくて、じゃなくて石炭、石炭の出る何かを確保できたらいいよねっていう話だね。トレダとか会えたら嬉しいけどな。まあ会えないでしょうね。まああったね。ゾンビー。結局タイマーズで叩くのが強いんだっけ。コンボ作ろっか、そろそろマジで。でも見つけてしまえばいい気がするから、いらない気もするよね。ブラントスキル、ブラントスキルがどんどん上がる。何を極めるか決めといた方がいいな。こうやってスキル伸びるなら。コンボ？炎？どっちがいい？ブラントでいいかな。ブラントがコンボ系ね。殴るって感じの意味だった気がするんで。あれ、サバイバー誰？サバイバーか。この距離でも分かるのか。
コールマイニング見っけた。コールゲット。コール、コール、コールマイニング。はい。OK。コールダイレクトで見つけたわ、もう建物。ここしかも俺入ったことないんだよね、多分ね。なんだかんだタイミングを逃して入ったか、なんか急ぎで入ってちゃんと覚えてないっていう内容を。よいしょ。倒した？よし。とりあえず裏で加工だけしますか。100、お願い。1000か。フレーム作りましょう。よいしょ。うわ、マジか。そこ、あれ置けねえのか。やはりダンプだったね、これで。とりあえずここで加工しつつ、どうしようかな。ピッケル作りたいな。作れねえのかな、スクラップ。スクラップツールクラフト。ちょっと気になるんで、まあ、ゾンビこっち登ってこれないよな。じゃああいつら置いといて、あ、なんか火のやつもらってるくね、右下。なるほど、コールを壊せば火のやつも一緒に手に入ると。スタミナがないね。オッケー。ゾンビが殴ってる間、ちょっとスキルをチェックしましょう。どれだと思う？もう一回名前をチェックしてからね。スクラップ、ツールクラフト、ハンマー&フォージ。ハンマー&フォージから追ってった方が良さそうだな。あったわ。ファーストクラスのクエスト完了。労働者俺取ってたよね、確かね。俺何と何取ったんだっけ？俺多分労働者取ったと思うんだ。労働者取ったと思うんだ。労働者のクエストって書いてある。あ、書いてある書いてある。木をたくさん、小石たくさん。あ、これ目標チェックしようぜ。あ、でもな、穴掘りクエストがあるしな。穴掘りクエスト優先するか。あ、マイニングレイジ分かったし、穴掘りクエスト行くか。先に。そうしよう。ゾンビは無視していきます。で、木はこれを道中に1しか出てない。道中にこれ取ってけばいいよねとか思ったけど、1とかしか出てない。こんなんじゃ終わらないわ。そろそろ動物来そうで怖い。やっぱりいたけど、あれは鹿だ。あれは鹿です。ディアディアディア。大丈夫。おっと、走ってると思ったらサバイバー。手伝うか。ほら、俺も手伝うぞ。俺も殴るなよ、俺のことを。よし、でもお前また次の人走りに行くんだろ。じゃあ手伝えよ、お前。じゃあね、ここら辺一掃するわ。どうせ穴掘りクエストあるんだし。参ろ参ろ。サバイバー動かねえし、結局。蜂来とる、蜂来とる。殴られた、蜂のせいで。お前、許さん。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ダメな、これ。ファイヤー。よし、燃えた。え、弱くね？いや、あと3だって。あ、燃えてる。素晴らしい。パーフェクトよ。向こうで生存者が戦ってるけども、これ応援できねえよ。俺こいつ倒さないと。犬いるし、犬いるし。ファイヤー。あ、これ弾下がるっぽいな、ちょっと。これぐらい。ファイヤー。ダメか。何発ある？あと19発ある。ファイヤー。燃えてる？燃えてないっすね。ショットガン持っとかないとやばいな。走ってる走ってる走ってる。マジか、お前。なんだこいつ。
フェラルか。やめろ。スタミナ21、やばい。ファイアー。あ、なんかゾンビ多くないですか。緑色のゾンビがいるのですが、ちょっと何が起きてるか俺にはわからないな。一旦引いた方が良さそうです。スタミナ回復しつつ。なんで緑のゾンビがいるの。すでにラディエーテッドが。おかしいよね。倒した経験値おいしい。お願い、ゴミだ。ちょっと穴掘りクエストまで行けませんな俺。やべ、レベル上がって、これ左下の環境のバフが切れたら厳しそう。え、死んでるそれ。大丈夫。待って、これさ、やっとかないと俺足取られるわ。多分遅くなるよね。あ、遅くなってるな、なってるな。やべ、あのラリエット鹿が襲われとる。なんて、プラントスキル上がった。あいつどうやって倒すか。あ、でも経験値150って書いてんな。経験値じゃない、ライフ。もしかして見た目はあれだが、簡単に倒すことできるのでは。とりあえず追われてる時に他のゾンビに襲われるのがめんどくさいので、先周りにヤバげなゾンビを確保しておきましょう。倒しておきましょう。特に HP 多いやつがね。あ、つか歩いてんじゃん。スタミナがね、やば、結構厳しいなスタミナ。どんどんゾンビが増えてくるけん。普通に歩いてんな。何なんだあいつ。しかも緑追加で来たし。なんて書いてある。減退放射、減退放射、減退放射、靴、口、口ゆくガール。謎だわ。回復してる、自然回復。わからんな、今燃えてるから。どうしよう、燃えちゃった。自然回復してるかわからん。だんだんターゲットから俺遠のいていくんだから。だんだんターゲットが。よし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 、壊しとくか。出ないんかい、したい。ストーンアックス今作ったらいくらのができるんだろうか。待って、石斧とこれ違うわ。ストーンハンマーって何。アップグレードするために原始的なツール。え、ストーンアックスと違う。シャープロックって何。ちょ、待て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 、石斧と違うんだこれ。攻撃力6の150の21、9の0の20。これゴミだな。攻撃力100、攻撃速度はこっちの方が速いのか。スタミナ消費はどこに書いてある。スタミナコスト6って書いてある。スタミナコスト12って書いてる。21。ああ、なるほど。じゃあこっちの方がいいかな、ワンチャン。ちょ、これ持ってってみましょう。スタミナコスト安いんでポンポン殴れるかも。あ、強い。 OK、 これでいきましょう。あ、ごめんよ、ちょっともうちょっと。あ、やめとこ、距離がないわ。空腹です。最大スタミナが、うわマジかよ。出たわ。うわ、イノシシじゃない、こいつイノシシじゃない。17発撃てる。さすがにこの距離は当たるだろう。来てる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 。ショットガンだなこれは。嘘嘘嘘嘘嘘、バカバカバカ、当たってねえし。これ魔法持ってる俺。1234。え、ちょ、バカバカバカ、何持ってんの俺手に。は、はフレーム持ってんだが。
は？どこに？なんで？一番でなんで？おいバカ、武器じゃねえしこれ、スタミナねえし、やばいやばいやばい、死ぬ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 、やばい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 、なんで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 、バカ野郎、出血してるんじゃないこれ、大丈夫？はあ、なんやねん、おい待って、なんで1でこれが出てこねえんだよ、おい、なんおかしいだろ、しかもこれ弾ねえし、もうちょ待ってちょ待って、落ち着けお前ら、これ構えてわかんねえ、構えてんのわかんねえマジ、ツールはこんなに多くなくていいんだって、せめて10ぐらいで十分だって、片手で届かないんだから、どうせこんな長くなくて大丈夫です、いっぱいアイテムこっちに収められるのはありがたいけど、マシェット、ナイフなくて攻撃、ナイフじゃない、スタミナなくて攻撃すらできなかったし、これうわやば、もうやだわほんとこの世界、もうバンテージなくなっちゃったな、バンテージ作っといた方がいいな絶対、いや俺持ってるだろ、無菌バンテージこれでいいわ、これ HP 回復する、15回復するね、これさ弓なんか魔法、せめて手見えてくれてもいいのに、何を持ってるかが分からんのが一番つらい、右下見ればいいんだな、右下見れば持ってる時にあの残り残弾数みたいなのが出るわ、焦った時にどうしようもねえわマジ、やばいわ怖いわこの世界、スタミナもすぐなくなるし、回復速度速いのが救いだけども、リンゴ切っとくか、リンゴも食中毒なる、リンゴは食中毒10%か、きついなきついな、そのコメントでね、回復してましたっつってた、回復してましたっつってたのはどういうことかね、インベントリーから直接食べても回復してたっていうことでいいのかな、いちいち手に持たなくてもよかったっていうこと で一瞬で回復してたのは俺も確認できた、ちゃんと問題は手に持って食べるときと手に持たずにインベントリーから直接食べるとき、うわ出たワイプピストルと弾、これは強い、これこっち違うしよう、何発撃てんのこれ、5発ぐらい撃てそうじゃない、リロードそんな格好つけなくていいから、そんな時間があれば撃とうよっていうね、回さなくていいからって、ロシアンルーレットする必要ないよ、全部に弾入ってんだから、よし、そろそろあの堀の場所来た、よしよし来てるね来てるね、あと少しだね、犬いるね近くに、ワッツァヘル、魔法が飛んできた、やべ強いのかあいつもしかして、実はなんで、やばい銃声にゾンビが寄ってきてる、やばいスタミナがない、やばい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 、重たい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 、やばい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 、魔法も飛んでくるし、やべ重たい、アイテム拾いすぎた、しまった、やばいやばいやばい、回復遅い原因それか、とりあえずこれこっちに入れて、これスクラップにして、どうしようどうしようどうしよう、そしてこれを漁るっていう、さらにこれウェアできる、着用着用、オッケーオッケー、これライト必要だな、
また遅くなったじゃねえか、一段と。うわ、やばい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 。危ない。うわっ、おお、ばあ、まあ、やばい、やばい。やばい。やばい、やばい。誰がどこで銃撃ってんだ。え、ちょ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 、わけわかんないって。俺が撃たれてるのか、誰かが撃ってくれてるのか。サラコの着弾音がその銃声なのか。ちょ、やべえやべえやべえわ。どうしようか。縁を追ってくるわ、あいつ。どうしよう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 。どっかどっか安全な場所で一回構えたいよな。リロード終わってるかだけチェックするか。終わってたっぽい。5発入ってたわ。あいつの HP どんだけあんだ、わからんな。そして俺覗いてる間スタミナ減ってく。めっちゃ減ってく。覗いてくる間めっちゃスタミナ減ってく。それが原因だ、さっきスタミナなくなったの。これどうしよっか。なんかすげえ工場あるし。どうしよう。とりあえずこいつら。うーわ。でもゾンビ、プレイヤー戦ってる。プレイヤーというか生存者と。とりあえずこっち一回回収して、左から回り込んでくる。まだ大丈夫だった。この武器やめた方がいいかな。強いけどな、強いけどもう距離感が出せないから棍棒にした方がいい気がするな。おとなしく棍棒を作った方が良いのではないかとそろそろ思い始めてきた。スタミナリペアが必要です。だってやめろ、リペアした方が一瞬で。よし。さてどうするかよ。ショットガンメサイヤだな。あの穴掘りクエストやるにはあの貞子をどかさないといけないし、犬がいるし。あと15発か。こいつの攻撃力いくつよ。27か。犬は HP いくつ ?140 ってことは何発打てばいい。結構打たないといけないな。これ、炎っていくらな。ファイヤーエッセンス。ファイヤーではない。ダメージ書いてない。修理してみるか。は?なんで修理できたの?俺今。何使った?何消耗したか分からんけど、リペアできたわ、一瞬で。ファイヤー結構ダメージ出てたよな、さっき。スタミナは減ってないね。大丈夫だね。ああ、もっと上か。これぐらい。え?だいぶ落ちる。だいぶ落ちる。じゃ、これぐらい?おぉ。もう一発当てればいいよね。すかすんだな、俺。これすかすんだな。うん、素晴らしい。パーフェクトのヘッドショート。これが俺のお肉。後ろからゾンビ来とる。中からゾンビが出てこようとしとる。チャンスチャンスチャンス。やっべえこのゲーム。マジゾンビが尽きねえ。このモッドもしかして掃除して何かをするっていう考え方自体が間違ってんのか。確かにさ、枠数が75体なんだよ。普通に死んだ声か。やべえわ。ゾンビ多すぎてクエスト進まない問題だし、貞子もどかさないといけねえし。これ一旦家に帰って予定通りファイアフォージを作るのもありな気がしてきた。
いやでも穴掘って粘土加工したいじゃん。でもお腹空き始めてんだよな。貞子か。二度終わってる？終わってんな。5番。なんでさ、5番押して5番押してないのか。OK。厳しいな。絶対貞子、いたー。こっから弾届くのかな。絶対これ当たるよね。ダメだ、当たってないと思う。あれ、どうすっか。でも音に寄せられてゾンビが来てるわ。貞子はどこ行った？貞子も来てる。つかやば、音でゾンビ大量に来てるわ。困ったわ。マイニングツールであなたのスキルが増加しています。あー、これマイニングツールなのに。なるほど。ブラントもこれ伸びてた気がするんだ。気のせいか。さっきの銃声が俺は気になって仕方がないのだが、貞子の銃声だったのか、何の銃声だったのか。まあ着弾音銃声なのかな、これ。氷ワンチャンそれあるよな。やばいやばいやばい。600？ 嘘だろ。あ、無理だ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 。600は無理だ。こいつ600はちょっと HP 無理だ。これこれどうしよう。被弾したらどんだけ食らうかも分かったもんじゃねえし。え、どうする？こいつを盾にする？一緒に戦うか。一緒に戦うか、君。いけー、いけー。いや、マジでさ、だこと戦ってねえじゃねえか、お前バカ野郎。そうさら調べるってどういうこと？もうまだ死んでねえの。いた、やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。方向機逆に入ってた今。こいつやべえわ。近接攻撃するような相手じゃねえわ。やばいやばいやばい。おい、木に着弾したらあの男なんのか。ほら、あと3発。あと8。よし。ふっ、なんかサングラスゲットしたぜ。強そうなサングラスゲットしたぜ。なんて？ソーサラーサングラス。最大スピリット量0。最大スピリットの回復速度0。なんやねん。ただのセット装備かい。あ、待って、モッドが付けられそう。改造するがあった。なんだ、色か。ちょ、いらないっすな。頑張って倒した意味ある？アイスの影響を始めた。アイスの敵と戦いによりファイヤーの影響を受けたため、おい、おかしくね？ファイヤー、アイスの敵と戦ってファイヤーの影響を受けたってどういうことやね。特殊能力、あなたを攻撃した敵にも影響バフが付着、散る。あなたを攻撃した相手が凍ります。アイスエッセンスの収穫量 100%。ヘイスト、攻撃速度、収集速度。おお、素晴らしい。あのほろ。攻撃したあのほろ。リペア。コリコリ、氷氷アタック。全然氷は入ってなくね。攻撃速度入ってる。木切ったらかな。スタミナ余裕。木切ってみるか。んー、よく分からんけど、なんか紫色のエッセンスがもらえてる。あと8分。もう一回ちょっと説明読んでみようか。スタミナ使い切ったら、削れるの早いな。斧でいっかも。斧でいいわ。羽が手に入ったのだが、羽が手に入ったのだが、木を切ってて謎すぎんか。とりあえずリペアしながらもう一回チェックして、
収集アイスエッセンス100パック、ヘイスト攻撃速度、収集速度上昇、回復体力なんちゃらの回復上昇、フォーチュンルートと運気上昇。はぁ？結局どれなん？全部ではないっていうこと？わからん。わからん。まあいいや、穴掘ろう。穴掘ります。よくわからんけど穴掘ります。スタミナが30ぐらい、30じゃないな、50切らない程度に掘り続けるか。火力速度遅えな。持ちすぎか？いや、持ちすぎだな、多分。ちょっと石化チェストこっちに一個作っとこう。ゴミ箱。経験値のメガネの方がいい気がするんだよな。経験値のメガネにしとくか。 10% でけえだろ。10回倒したら1匹おまけでついてくんだぞ。絶対そっちの方がいいって。これどのぐらい掘ればいいんだっけ。最初もうそろそろ見える深さ、まだちょっとわからんから。でも表面硬いから表面避けたいんだよね本当は。表面250だからさ、スタミナ切れだってバカじゃん。デズノスコップきついかな。回復速度増えてる？もっと詰めないとダメ？こんなもんでいい？よいしょ。よいしょ。また小さくなった今。大して変わらんよな、どうせ。あ、スタミナやべえや。やべやべやべ。ここでゾンビ来た、マジ負ける。埋める用のフレーム用意しとこうか。やべえ、お腹空いてる、まずいな。喉も渇いてんの ?49、大丈夫、まだ。あ、これいいな。スタミナ回復上がるよね、確か。これ飲むか。0% って書いてるから。じゃあもうこっちでいいよ。つってもどうせ空き瓶のインベントリー一緒か。そうだな、空き瓶も持ってなかったもんな。リペアが必要。16秒。この間俺は木でも集めとくか。あれ何？狼？石？石っぽいな。よし、そろそろ。あ、帰ってきた。お、マイニングツールのスキルが増加しています。お、なんかこれあるのでは、こっち。ないか。今なんか広がり方おかしいなと思ったけど。もっと深いのか？表面もう一箇所ぐらい開けとくか、さすがに。スタミナねえな。だんだん狭くなってるけど。スタミナ回復速度やべえな。これ食べたいけどさ。食中毒 20% ができえんだよ。温めて食えればいいんだけどな、鍋で。なんかね、書いてったりしない？ヘルシーなサーモン。なるほど。ヘルシーなサーモンだけど食中毒 20% か。お、来たのでは？来たね。さて。いけるか。もう一歩こっちやっといた方がいいか。走ってくるやつが来たら終わりだもんな。よし。これまで行って。OK、開けます。出れるよな。よいしょ。よし、一旦離れる。大丈夫？後ろは OK。じゃあこっちのタイルを75スタミナタイルを一回確保して、そんでもってこっち倒して、いて、顔が
顔がゾンビみたいになってた、俺の顔は引きずって殴られたことに不満を持っていたから、ふふふ、わーってなってた。スタミナ80、22か、こいつ HP 34、やばない、いやほう、これ壊したらどんだけ跳ね出んの。1個だけか、いらないな。さてインベントリが重くなるぞっていう話よな。ゼロパーだこれ。これって食べよ、ちゃんと下に入れて食べよ。増えてなくね、は？なんなん？缶詰増えないね。缶詰増えてなくね？え、マジで言ってるそれ。増えてないよね、明らかにね。増えました。俺の見落としですか？増えてない気がするな。気のせいですか？ちょっと、俺の目がおかしいのかもしれない。穴埋めてね。穴埋めてきてね。やらかした。持ってるよな。58で足りるような、多分100ぐらいだったもんね、必要数。で、家にも50ぐらいあったと思うんで。こう壊しとくか。あさったかどうかわからんくらいのめんどくさいもんな。あ、ついでに木も石も大量に必要なのか。あれ生存者だね。スタミナ77。何が必要だっけ。労働者、イエス。400の粘土層が370。ちょっと足りないな。木が全然足んないね。木が全然足んねえわ。アクスどこ行ったん？あった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 。ダメ、これリペアしに行ったらダメだ。10秒。じゃあもっと最寄りの木を切るか。家の最寄りの木を。この木良さそう。2ずつ減ってる。2ずつ減ってるかな。ファイヤーダメージ強くなるとかあればいいのにね、魔法で。魔法の育てていったらさ、この炎上ダメージが強くなる的な。そしたらバンバン剤でいけるのに。おユッカか、しかしユッカの種か。俺が欲しいのはジャガイモとかだな。ジャガイモ、なんだろう、他にジャガイモ以外あんまり出てこねえわ。そういえば地上にあれがないね。鉱脈飛び出てないね。結構前に作られたワールドということかな。これは流用してんのかな。マイニングツールのスキルは増殖しています。これありがたいね。草も加工しつつ。これ品質いいのでやったらいっぱい取れるっていう感じだっけ、もしかして。そんな感じだった気がすんな。あれまた別のモッドかな。品質よいしょ。そうそう、帰れる。お、帰ってきた帰ってきた。あ、ゾンビの声がした気がしたけど、もうまあいいか。リペアしといて木を切りましょう。ここだったら安全だから。木切って木植えるか。いやでも斜線切れるの嫌だな、ここら辺に植えて。
陸上競技スキルっていうのちょっとチェックしてみよっか。何が起きてんのか、スタミナ切れたらちょっとチェックしてみましょう。果たしてそれは何なのか。陸上競技スキルを探せ。これのおかげでインベントリが広がってる気がするんだよな。一番左な気がしてきた。あった。ジャンプやよりスタミナ回復中のためのより良い、これじゃねえな。荷物持てるの何なんだ。着々と増えてきてんだよな。こっちまで来てるよな今。ちょっと陸上競技でこれがどうなるかチェックするか。次の それぐらいしか上がってないと思うんで、間に着々とモテる量増えてるから、やっぱ陸上競技な気がするね俺は。木どんぐらい拾った？400、もうちょいだな。600ぐらい必要だもんね。木どっかで大量確保できねえっけ。あー、軒先の木のやつだな。軒先の木のやつで大量確保できるけど、それがある家がどこにあるかだよ。なんかもらえてる。ライトニングエッセンス。ライトニング最初に極めた方が良さそうだな。木切るだけで手に入るなら。ライトニング極めるか。ライトニング極めましょう。予定変更で。予定変更できない、もしかして。できねえかも。そうだよね。これ解放できねえもんね。火の魔法どうやって解放したっけ。火の魔法しか実装されてないってマジ。いやこれマジだわ。これマジだわ。なんやねんそれ。マジですわこれ。翻訳が火の魔法だけじゃなくて、普通に火の魔法しか実装されてないが本当っぽい。マジか。じゃあペットは、ペットは、ペットはいるよね。ペットいないと俺嫌だよ。この木まで切ろう。違う、この木じゃない、こっちの木が邪魔。地面が見えない木を。 600OK で、家帰って粘土を持てるだけ持って、多分それでクエストがクリアできる気がするんで、その後にフォージを作れとか言われる気がする。なんでさ、俺今1番押してんだよ。1番押してんのに。あーはあ、バカだわこれ。意味が分かった。シフト押しながら1番押したらさ、ここが選択される。こっから123になってる。シフト押しながらだと、つまり走りながら武器チェーンしたらこっちから出てくるっていう。もうまあマジバカじゃんそれ。使いにくさやっぱ、それやっぱ、そりゃ逃げながら武器選択できねえわけだ俺が。こちら辺行ったり来たりしてたんだ俺。うーわうーわ。でシフトの5番押したらどこ行くんだよ。素手だろ。それで俺フレーム設置しようとしてたのか。はあ、意味が分かっただけでもよかった。カオスだカオス。粘土、あとなんだっけ、石持ってねえんだっけ俺。労働者1、小石が400だって。誰や、売ってくれ小石。スクラップチョップマシェーテ、鉄シャフェル、スクラップショップマシェーテ16の36。おお、こっちでいいやん。鉄ショベルで。これリペアできない気がするんだけどな。仕事。お願い、近く。オッケー。だいぶ近い。在庫で石とか売ってね。どっから持って石めっちゃ安く売ってたよな。150か15だって。買った方がいいわ。申し訳ねえけど、買っちゃおう俺。
石を売ってないという。10が20。高いな、これは。許さないのね、俺に。そういうインチキは許さないとな。わかってるじゃないの。これ作ろっかな。スチール大変必要になりそうな気もするよな。こっちも欲しいけどな。こんなに金かけてていいのかっていう迷いもあるよね。花のレシピいると思うたね。2000、同じ2000を使うのはもっと有効活用すべきでは。ベロは俺作れるなって気がするんだよ、レシピ拾ってダイレクトで。ホイルシール、うんふん。とりあえず石を、次回は石を掘っていきましょうか。もう石でもこれさ、一回クリアしたのってしまったらどうなる？あ、大丈夫っぽい、一回超えたら。ってことは、あれ作っても良さそう。だけど本日の目標を達成して終わりにしましょう。の前にご飯だな。の前にご飯だけど、あれ、どれ、これか。足りてるよね、足りてるね、OK。これ。What?ファイアエッセンスが足りてないじゃん。ファイアエッセンス。これ。55秒。あ、これ見てないといけないんだっけ、ちょっと。ちょっと見てないといけない可能性があった記憶があるので、ちょっと見ときます、最後まで。なんかこういう系のクエストで。受け取れるから大丈夫。いや。あ、でもあれメディーバルだった気がすんな。メディバルモッドだった気がするけど、まあいいか。アイスエッセンス、アイス魔法使ってただろ、サラコ。そうだよ、サラコ使ってたのに俺は使えないのか。ショックだな、それは。それはショックだな。15秒。これとこれチェンジするか。ちょ、インベントリどうするか考えないといけないな。走って、ってる時に構える武器だから、こっち辺にいる時はハンドガンパッて取り出せるのか。逆に、お、できた。核をなんかスタックしてんな。あ、これ道具、え、これこれこれ、こっちにあったよね、メテオのやつ。これ道具、あ、道具じゃねえわ、やっぱり。これ設置しましょう。トゥン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 。あ、でけえ。でけえよ。どれだ。お前の目の前にちょっとなんか宗教っぽい雰囲気にしちゃっていいかな。いいかな。いいよね。どれだも火の魔法使いたいよね。ほうほう。なんて、ファイアエッセンスの重要性が分かったけど、そのスキルの重要性も分かった。そうだね、強かったよ、ファイア。設置したファイヤー魔法法時代でファイヤーエッセンスを溶かすことで、様々なファイヤー魔法アイテムがクラフト可能になります。まず最初、ファイヤー魔法とその魔法を使用するために必要な武器であるスペルキャストをクラフトしてみてください。お、かっこいいかっこいいかっこいい。なんか申し訳してる。どちらもファイヤーソーサラには欠かせないアイテムです。ソーサラアルティン。ということで、ファイヤー魔法をクラフトしてみましょう。はい。魔法ファイヤーを解放しろって書いてあるわ。これでいいのかな。何て書いてある。初級ファイヤー魔法を習得して敵を焼き尽くし永遠の眠りつかせましょう。ファイヤー魔法がファイヤー魔法法事にてクラフト可能になります。はい。ファイヤーアローがファイヤー魔法法事にてクラフト可能になります。なるほど。魔法をチャージすると攻撃力が 25% 上昇します。相乗効果、すべてのファイヤー魔法の威力が 5% 上がります。操作レベル4、初心者。ファイアースペルキャスト。ファイアースペルキャストをクラフトの扱い方を習得し、スペルキャストの隠された。これ読むやつっぽいね。これはファイアーアーマースミス。ソーサラーアーマーかアーケインホイールにでクラフト可能。アーケインホイールをまた作らないといけないんだよね、俺ね。トラップ。
敵を自動で攻撃、持ち運び可能なトラップ。でもこれ弾消費するのでしょう。ファイヤータレットの弾薬が来るからね。なるほど。お高いのね。これよこれ。これを作りたい。え？なんだこれ。なんで作れない？おいおいおい。溶かすことで。了解了解。こっちでいいのかな。これ溶けるの？あ、溶けてる溶けてる。ファイヤーエッセン、ファイヤーエキス、ファイヤーコア、ファイヤーハンマー。ファイヤーコアを魔法をアクションにセットする複雑な魔法、こっちですね、複雑な魔法。ファイヤーエキスはエッセンスをファイヤーフォー入手することが、ファイヤーエキスは操作用のアイテムクラフトの材料、材料ね、なるほど。あ、これハンマーですね。魔法師がエンチャントテーブルにセットすることで、ファイヤールーンがクラフト可能になります。お腹すいたって。よいしょ。心臓に良くない。やば、ゾンビ攻めてきとるやん、普通に。タワーディフェンス始まっとるかな。え、しかも、普通に耐えてるくね？あ、やべえ、こいつ。やべえ、こいつ。あ、やばいかも、これ、マジで。これ、一回俺、外出るわ。インベントリーは？やべえな。一回ドア閉めよっか、まず。一回まずドア閉めて。一回ドア閉めて、一回ゴミを詰め込んで、身軽にしてから、飛び出そう、せめて。よし、これで行こう。はいよ。よし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 。みんな任せた。みんな任せた。頑張れ。よし。よしよしよし。リペアするか。おい、リペアでき、おい、俺、リペアできねえじゃねえか、これ。リペアハンマーよこせ。ぶん殴ったぞ。うわ、鉄が必要だ、これ、リペアするの。ちょっとやべえわ、あれ。あ、こっち壊されてる一箇所。まだいいな、ゾンビ。あ、本日ここら辺で終わりにしましょうか、そしたら。よいしょ。次回は、魔法法事で、ちょっと魔法のなんかを勉強して、魔法を打てるようにしよう。で、もうちょい武器を育てることができたら、どうしましょうか。つっか、ご飯作る、ご飯。ご飯は必要だ。ご飯を作ろうとしたら、俺は、襲われたんだよ。下にしまった。ゴミと一緒にしまった。こんなもんでいいかい？上持っていかないといけないのあるかい？こんなもんでいいかい？食べ物持ってく？まあいいわ、こんなもんで。とりあえず、ご飯を、ご飯を、こんなにいらないと思う。ベーコンエッグ。2個しか作れない。グリルユッカだと。グリルを加工しないといけないね。スティックってどうやって作る？木材で作れんだ。なるほど。
ジェシーのボールが作り方わかんないんだよな。ボールを持って木に右クリックとかかな、もしかして。樹脂、なるほど、なるほど、多分そんな感じだろうな。まあまあまあ、次回考えてみましょう、それに関しては。こっちに魔法系を入れて、こいつ次回読みましょうね。シフトクリック3番でこの銃が出てくる。 OK、 シフトプラス5でこれが出てくる。マジゴミだな、ほんと。ありがたいけど、多分使えるようになったら今度さ、バニラができなくなるっていう、もうカオスなんだろうな。うわ、なんでできねえんだって言い出すよ、バニラで。便利すぎて困ったわ。いろんな意味で困っちゃうわ、ほんと。これはちゃんとこっちで食べよう。増えてましたって言ってたけど、本当に増えてたからちょっと不安だから。よし、これはもう次回やります。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。動画の説明欄にプレイリストのリンクありますので、これお腹壊したりしないよな。よかったら使ってください。このシリーズ連続で見ることができます。アチプールがある。いいな。というわけで、次回はあのクエスト行きたいかもね。というわけで、セシカでした。